ではガソリンも入れたし、ラブサブさんね、僕はあの前にやった板を注文する自分用をカリフォルニアオーダーで、ペイントもねちゃんと有名なペイントする人に頼んで、まあ、それはついで西井さんに説明してもらおうと思いまして、ちょっと楽しみですね。 RNF レトロちょっと短めっていうか、どのぐらいだったか、59ぐらいでオーダーしたのかな、ちょっと忘れちゃいましたけど、嵐はね昨日までずっとキャンプに行ってテント立てたり、初めての体験、あれも良かったんじゃないかなと思います。まあ、あの間波もね膝ももしかなくて、まあ僕はねちょっと昨日なんかロング乗ったり一人で楽しんでましたけど、まあだけどなんか一人の YouTube って恥ずかしいですね。さっきもガソリンスタンドで一人で喋ろうと思ったら恥ずかしすぎて途中でやめて今になっちゃいましたけど、で今日はちょっと西井さんにねボードを説明してもらったり取りに行って、で間に合えば今日サーフィンしたいと思います。では行ってきます。はい、到着です。楽しみですね。やっぱりオーダーボードできるっていうのはなんかワクワクしますね。道走っとる途中も楽しみでっていう感じで、なんか久々にちょっとワクワクしましたよ。行ってきます。はい、西井さんどうもです。どうもこんにちは。もしかするとこれですか。はい、これです。早速なんですけど見てください、レジンカラーで。でこれってモデル名からいいですか。うん、モデルがここに見てもらうとあれなんですけど、ロストサーフボードの、はい、ラウンドノーズフィッシュのシリーズのレトロっていう、ラウンドノーズフィッシュレトロっていうやつなんですよね。はいはい、でこれレトロフィッシュってね、まあ、随分前から流行ってて、結構サンディエゴフィッシュとか、結構そのフィッシュボードってやっぱりなんかハイパフォーマンスはちょっとできない、はい、パフォーマンスできないフィッシュなんですけど、そこをちょっとロストのメーヘムが自分のこのね、ワールドツアーに出てる選手たちのハイパフォーマンスのエッセンスをこう入れて、フィッシュなんだけどパフォーマンスできる、うん、見た目はレトロなんだけどパフォーマンスできるフィッシュを作ろうということで、チューンアップして作ってきたモデルなんですよ。これ味噌置きとかあるんですか。味噌置きありますよ、いっぱい。あ、じゃあ、ま、ちょうどね、入ってどうしても欲しいって言ったら待たずに買うことも可能なんですか。いくつか入ってきてて、いや実は今回すごいいっぱいいろんなのが入ってきてて、しかも何、その色ありであるんですか。色ありで入ってるんですよ。でこれ珍しくないですか。うん、それかっこいいじゃないですか。これもかっこいいですよ。はい、でサイズがこれは、これはね、これは59、村さんと一緒ですよね。あ、なるほど。うん、36リッター。じゃあ僕ぐらいの感じでやっとる人でも乗れるっていうことですね。大きいのありますよ。だから体重がもっと大きい人ね、例えば80キロぐらいの人でも乗れるような感じ。お、それすごい。うん、逆にじゃあもっと細い人でも乗れるやつもあるんですか。ありますよ。チャンネル登録よろしく。はい、こんにちは。今テント結構頑張って立ててましたね。テント大体35秒でできた、一人で。一人？一人で。ほぼあなた手伝ってないじゃん。映像はうまく見せれますね、やっぱ。やっぱり？うん、35秒でできて。35分の間違いじゃない。だってなんかさ、かっこいい湖でやってたから俺も腹立ったから今日ここで。はい。キャンプ、一人キャンプ。いい感じです、ね。なんかここに許可もらって、2台分借りたらこう2台使っていいそうなんですよ。うん、でまあバーベキューはもちろん禁止なんだけど、あそこで食べ物頼んでここで食べたり、今日朝日頼んだんですけど、そうするとちょっとキャンプの雰囲気出ますよね。そうですね。はい、というわけでね、ついに来ましたか。そうなんですよ、撮ってきました、ラブサーフさんに。でその映像はまあ流れてると思うんですけど、はい、でその時にねこれ詳しく説明はしてもらったんですけど、簡単に言うと59の36リッター。これはもう本当にあれ完全オーダー。だって安し。マジで。これ。見づらいですけど。完全オーダーです。いつぶり？完全オーダー。15年ぶりぐらい。いやサーフィンやめるギリギリにやる気出そうと思って一回注文したけど、ほぼ乗らずにおかしくなっちゃったからやめちゃったから。
ですね。でもやっぱりなんかさ、オーダーってテンション上がるよ。そうですね、ちょっと気に入ってるポイントとか教えてください。やっぱりこの柄デザイン面白いですね。これこれ自分でさ、緑とブルーと紫を、うん、メインでお任せでやったんだけど、下手に自分でデザインしたんだけど、やっぱりダサくなると嫌だから、うん、お任せにした。こういう有名な人らしいよ。アサイ最高ですね。チャンネル登録よろしく。はい、というわけでね、着替えたので今からサーフィン行きたいんですけど、まあ、いよいよ15年ぶりぐらいにお父がニューボードをオーダーして1人にゲットして、名前がね、ここにヤスシって書いてあるんですけど、どうですか気分は。いや、なんかね、嬉しいね。俺速攻だってさ、いつも自分の板来たら1週間ぐらい寝かしてなかなか行かんけど、連絡来てすぐ行ったからね。そうっすね、1人で今日の今日で行きましたね。そう、やっぱ楽しいね。で、フィンはもちろん僕専用のこれ黒いやつ。高いから回転性がいいですよね。高いから高いと回転性が良くなる。自動的に CBD オイルのおかげで3日連続でサーフィンやってできとる。マジで。いや、マジに違うわ。トレーニングもやってるし。ちょっと後でね、海上がった後にちょっとプロテインを紹介したやつがあって、それもちょっと最後まで見ていただきたいなと思います。またわけでね、これ結構面白そうなサーフボードだし、このテールがなんかなんて言うの、ちょっとそう絞っとんだよね。ウィングでもないんだよ。こっから急にさ、角度が回転性がいいんだって。どういうことなんやろ。レトロに見えるけど、なんかテールの回転がいいらしいよ。で、軽いの、重たくないもん。じゃあちょっと何やるとき自分も乗りますわ。僕もそれ試してみたいから、試合用で。え、今日帰らん。今日乗るんじゃないんだ。今日は無理やる。あ、そういうことね。まあ、でもね、かなり今日無理や、俺が来れんじゃん、追っかけねえから。そういえばキャンプ最高でしたよ。いいね、俺あれちょっと見てさ、羨ましくて、だから今こっちキャンプやったんじゃん。でもやっぱりさ、立て取る人はおらんかったわ、そういえば。あ、そう、あれやりたいんだよな。あれプラス剣道あったら最高じゃん。そう、最高すぎますね。で、やっぱり車の中にさ、用具置けるから、すぐ火つけたり料理作ったりもやりやすいじゃん。はい、じゃあ俺やってみたいな。でもどう、テント組み立てて用意するのに8時間半ぐらいかかった。いや、意外と1時間半とか1時間とか。でもそんだけかけて片付けるのもあったら、やっぱりゆっくりやりたいね、キャンプ。そうですね、片付け作って片付けてで終わっちゃうじゃん。今日もだってあれ用意するの俺35秒かかったからね。途中で熱中症なんて倒れるとかだった。まあ、というわけで本日の波の状況がまあ相変わらずの小波なんですけど、まあだけど最近の中でも腰ぐらいあって、あれいいの来たよ、乗れそうですね。いいね、これさ、せっかくのニューボードやからちょっとぐらい乗ってもらわないと困りますよ。そう、でもね、言い訳じゃなくて今から満潮だからね、結構ね、割れづらいんですよ。おお、今の絶対いいな。いや、というわけで入水していきましょう。頑張りましょう。Thank you.
ちゃくちゃ乗ってないですか。いや乗ってる。スケボーがとにかく速いな。なんかね、かからんから結構幸せ。いつもその、どの騒ぎに取れるの結構、なんていう、頑張らないと取れないですけど、今回もう余裕で立ちまくっとるやん。なんかパドルがさ、これ速くね。速いよ。トレーニングの成果出たか、1回ぐらい出んか。1回出たら全員いくよな。やばい。でもこれめちゃくちゃパドル速いっすよ。パドルが速い、とにかく。その、いつもさ、どの乗る板は大体ボリュームあるんですけど、これもボリュームある方やけどさ、それほどないんだよ。それほどがっつりじゃないやん。ないのになんかスピードがある、速い。不思議やろ。これなんかさ、速い波でも勝てるんじゃん、なぜかしら。乗りやすいよ。ただ動かせやすそうでしょ。軽い板自体は。ただなんかちょっとさ、腰ぐらいの来るんだけど、じゃらなんか崩れちゃうね、今日の波。今満潮すぎるから、ちょっと昨日も俺入ったんだけどさ、ロングみたいなやつ引くとすげえ良くなるな。だからもうちょっと足すといいかもしれない。いい方が気分いいんじゃないですか。いやもう最高で、しかもなんか乗りやすいし、パドルしやすいし、これは俺ちょっとおすすめだな、50代の人に。パドルが楽だから。しかも結構、なんやろ、長さもあってボリュームも若干あったりするけど、動かしやすいからすごいいいです。なんか板が軽いもん、タイムライン。でも多分これ俺こんだけで動く速かったら5、6でもいけるんじゃん。いけるんじゃん。全然いけるんじゃん。いったのやったっけ。36か。でも40なくてそんだけいけるなら、33ぐらいで5、6でもいいかもしれん。そうこの感じだったらパドルが速いから。なんかね、こういうコンケーブとかが今風でいいらしいよ、こういう。難しいことは分からんけど。まあしかもこれアメリカシェイプやったっけ。そう、カリフォルニア。それはもう大事やろ。そう、だから高いやつだから、だいたい値段が高いと好きだから。また怒られる。一番ダサいやつ。一番ダサいやつ。高ければいいとか言っとるから。これやっぱり調子いいわ。カリフォルニアシェーブだから調子いいんだ。ちょっとまだ波上がったりしたら乗りたいっすね。そう、一遍やってほしいね。これシェーパー、あれどういうこと。マット、これ一緒だよ、マットだよ。マット、これこのマック。そうだよ。そうです、うん、やばい人に削ってもらったよ。やばいよ、コルヘとかさ。そうそう、自分もやろ、うん。そういう人がやってくれたから、でこの色塗った人もすごい人だから、本当にこれは嬉しい。宝物だね。いいっすね。大事にしよう。そう、大事にしんと。またどうしよう。もったいないとか言って部屋にしまっとったらやばいよ。いや、見える。もう一回乗ってワックス取って。綺麗にしてまた飾る。そういうわけにいいか。ちょっと乗る。で、もうちょっとサイズがあるの時とか挑戦してみたい。いいっすね。これ。どのぐらいいけるんやろ。でもこんなんジャンクとかあかんやつやろ。いや、いけるんちゃう。自分はいけそう。自分だっていけるけど、だったらプレゼボのさ、あのショートみたいな形の方が、うん、いける。出来間違いないから、なんかさ、ドルフィン怖いんだよな。いっぺんでもちょっと俺やってみてよ、はい、いいの見て。こう来たんだよな。お疲れ様です。お疲れです。やばいロケーションですね。いや、いいね。なんかほんでここで最後コーヒー注文したら最高じゃない。最高っすね。これテントあったの？モロキャンプっていう感じだね。まあ、バーベキューは禁止っすね。バーベキューは禁止。テントも無理かもしれんけど、こういう感じで1日おればいいんじゃない？そうですね。かなり最高でしたね。よかった。で、結局ニーボードはどうでしょう？いや、楽しめたね。よかったですか？よかった。抵抗が早いから楽しい。またショルダーのある波の時だともっと楽しいと思う。そうですね。また自分もこれ今度乗ろうかなと。ちょい乗ってほしいね。思います。あとはこっから100円でシャワーが浴びれます。そう、100円持って。よし、行きましょう。はい、ぜひ皆さんもこちらの駐車場を使用してください。海上がってカフェでからのスケボーとかもね、いろいろできるんです。そうね、着替えてからコーヒー飲んで温まって帰りましょう。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。まあ、というわけで、今回終わってからのカフェオレタイムです。そう、これコーヒー、これコーヒーこだわった豆でさ、すごくいいんだよね。だからこれが楽しみでさ、ちょっと体冷えてちょうどいいんだよ、ポットで。いろいろあるからな、その普通のジュースとかも。そう、アイスクリームもあるしね。アサイも最高だったし、なんか結構楽しめるじゃん。アサイ食べて海行ってキャンプスタイルでね。これちょっと最後全体的に撮ってみよう。こういう感じでね、タープあると雰囲気出ますね。スケボーもあって、はい、こんな感じで今日はお疲れ様です。お疲れ様でした。はい、というわけで本日もお疲れ様でした。今日終わってこれですね。最近トレーニング始めてこういうのも大事になってきましたね。朝晩2回飲んでる。でトレーニング
一日置きでやってで、サーフィンもできるだけやって、だどっちか絶対やるときはこれをまず飲む。今日も朝も飲んだんですけど、これだいたい300水で、300に対してこれを1杯満タン、うん、これ入れるとっていうか、これ飲むとどうなるんですか。あれでしょ、太らなくて、まあ、タンパク質っていうか筋肉つきやすくで、ヘロヘロ、脂肪のくせにヘロヘロだからちょっと筋肉つきやすく、別にマッチョになりたいわけじゃないんだけど、栄養分が偏らずいいみたいで、いいのがこれ粉々してないの、うん、でしかも水だから、牛乳あんまり飲みたくないんですよ、太るから。で一番水で、なおかつしかもまずくない。とにかく健康でいたい方やったり、そのプロテイン飲んだら太るかなとか感じる方、味噌ってすごい良いものやなと思いますし、そうで、ちょっとヨーグルト味でうまいんだよ。健康でいたい方とモテたい方でしょまたこれもそれそれそれ、これね、ぜひ概要欄に貼っとくんで、本当におすすめの商品やからゲットしてほしいですね。あと昨日の動画見てもらった方分かると思うんですけど、これ嵐56クーポンコード打ってもらうと 15% オフで、ね、ゲットできるから結構お得やと思うんですよ。意外と高いから 15% でもちょっとでもね、でオフにして少しでも試してもらいたいなということで、ぜひ概要欄からチェックしてみてください。僕もいろいろさ、薬局で買ってさ試したんだけど、やっぱりなんか粉にならないから飲みやすい、うん、だからその辺もいいなと思います。簡単だしね、こうやって。プロテイン苦手な方でも大丈夫やね。多分これは飲める、いけるわ。まあというわけで本日もご視聴ありがとうございました。ぜひね、概要欄からチェックよろしくお願いします。ありがとうございます。